でしたわ。今さ、あ、こうまたしたわ。梨食いてえなと思ったんだけど、切るのめんどくせえなと思って。あ、まあ、なら、動画にしようっつって。そうすればやる気出るかなと思って。いやでも、出たわ。出たわ。まあ、半分にするか、うん、まあ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 、まあ、もう全部切っていいか。いや、今すごい雨通って。台風なのかなって思ったら、台風だって。ね。梨ね、俺大好きなんだけど、食ったら下痢になるね。なんで？どういうこと？なんで食ったら下痢になる？食いすぎてるのかな？有識者求むコメント、どう思う？梨下痢で調べても出ない。いや出たかも、調べてない、ごめん、嘘ついた、申し訳ない。いやでもね、本当昔から下痢に愛される人種でさ、ね、結構配信でも言ってるけど、その電車でね、もう3回計3回電車でうんこ漏らしたことあるっていう話はもうみんなも耳にタコできるぐらい聞かされてると思うんだけど、これね、誇張ないんだよね。でそのうちの1回はその漏らした時の最寄り駅で漏らしたらすぐ降りたのね。で便所ですぐ便所駆け込んで、ね、1回だけもう悲惨で会社に電話してごめんなさい、とてもじゃないけど出社できる状況じゃないですって言って休んだことが1回だけある。なんだろうな人生って、惨めだよマジで。クソムムして、会社に電話する時の気持ち考えたことある？この梨もね、嫁の実家からね毎年送られてくるっていう、本当ありがたい、マジで。俺ね、フルーツは本当大好きなのよ。みんなお好き？美味しいよね。これがまたみずみずしいのよね。今年はね、まあ今年ぶどうも一緒に来て、はあ、一房食べちゃった。一瞬で。本当にありがとう。嫁と嫁の親、嫁を産んでくれてありがとう。この世界にありがとう。全部剥いて、まあ色は変わるけどしょうがない。なんかよく言うけどさ、塩水につけるとか、あれってリンゴだけ？梨は関係ねえか。知らんけどさ。でもしょっぱいリンゴもうまいよね。俺結構好きなんだよ。うちのばあちゃんがリンゴ切ったらまずしょっぱかったんだけど、その頃思い出すね。美味しいしょっぱいリンゴ。これもう一回切るか。みんな聞こえてるかな？もう秋の気配、スズムシが鳴いてます。いいね。
暑いわ、今日は。台風ってどこに行ったん？今どこなん？家出ねえから関係ねえんだけどさ。よっしゃー、一つ食ってみっか。おいしい、ヤミまたいっぱい食べたいな、デリシャ、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 ハッピースマイル。